まったく、大人なんですからしっかりと大人らしく計画的な消費をしてください。お小遣いをもらってパーッと使っちゃう子供じゃないんですよ。15日前にコンビニで購入したチキンサンド500円、新刊の漫画購入で450円。おとといの夜クラブふわりんで2万円。先生、一体何ですかこの領収書は。生徒たちの模範となるべき教育者がこんな、あー、いかがわしいお店に行くだなんて。